For example, I think that curry came to Japan from India というふうになってます。この文章でちょっと注意してほしいのは、ここ、私は思うと言ってから、curry came ですよね。この彼が来たということっていうので、ここは私が思っているっていう今のこの空間に対して、that something のっていうのは、彼がやってきたっていう、これはもう過去の事実が入ってるんですね。だからこれは前の文章 I think が現在形であっても that の後の文章が過去形でも全然問題なく成り立つんですね。じゃあそういう考えでいきますと Number one, George thinks、はい、これが出てきたらみんなは必ずやってほしいのは問題文にももう覚えてるね、これです。Thinks なのでここに S が出てきたら、あ、教師だからここは四角だったなっていうことを思い出してくださいね。はい、Josh thinks that the book is interesting ですね。ジョシュ君はそう思う、ね、何を思うのか。 The book is interesting、 とても興味深いっていうことですね。 Number two, Kaito hopes、 今度も hopes、ここにみんなもういいね書かなくてもホープスだから S だね。なんでつくかっていうとカイトっていうのは He, She, It の中の一人だからですね。もうこれは癖にするためには何をしたらよいかって言ったら言うしかないです。これは口で言って耳で聞くことによってそういうもんだっていうふうに分かる、みんなのいわゆる自転車に実際に乗ってみて分かる感覚なんです。だから頭でいろいろ右の足を左の足をって考えてやることではない英語なので、こういうのはね、小さい子供がね、みんながそうだったように日本語を勉強しなくても話せると同じようなそういう能力が人には備わっているので、そういう自分の能力を信じてね、信じて練習するしかないです。これは本当に自分の口を使ってそれを言うことで聞くっていうこのサイクルによって、まるであなたの頭の中の自転車の車輪がぐる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 回り出すようにちゃんと回るようになるんです。だそうするとこの今分かったでしょ、口に出して聞いて口に出せるようになるんです。この口に出すときに you can speak the word without thinking、 考えなくても言えるようになるっていうあのことができます。自転車と同じことが自分の脳に起こるっていうことですね。 Number 3, Asami knows、 これもやっぱり三人称単数ですね。この2年生は3人称単数のこの S と過去形、もう動詞はこの2つの、テストの問題ばっかりです。だからここをやっぱり押さえておかないと、どんなに答えがこれ以外は合ってるっていう人が結構出てきちゃうんです。 Asami know the restaurant is good みたいに書いちゃう子が出てくる。もったいないね、この S がないだけで罰だよだからもう笑い事じゃないので、このずいつも問題文に必ずこの四角を書いてあげちゃうんで、そうするとこの文章答えでこうやってみんなね、問題にこのずっていうところを四角くしてあれば、こうやって書くときにさ、あさみちゃんのこのあさみ答えね、あなたのこれノートの答えだとすると、あさみのだってここにもうみんな問題文にこうやって書いてあるんだもん。ここがあ、そうそう S だって思わない？これテストの時はいつも言うけど、図っていうのを書くことはできないわけよ、テストだから。先生が何お前四角書いてんだってこう怒るかもしれないからでも問題に書いてあれば、こうやって書く時にあ、図だっていうのを思い出すでしょね。そしてここは多分この後 that っていうのを入れなくてもいいと思います。一応これガイドの場合は that っていうふうになってるんですけど、この教科書の中では that は省略していいってなってるので、もう that以下 the restaurant、 もうこういうのはいいですね。 restaurant is good で、ピリオド。ピリオド忘れないよね、2年生まだまだ忘れちゃう子いると思うので、こんな感じでこの資格があることによって忘れないっていう感じがわかるかな。さあ、それではですね、27、ページ27の方に行きたいと思いますね。